<laughs> これだ、<laughs> ここだ、<laughs> 意外としょべえ。<laughs> はい、皆さん、こんにちは。トッツです。本日は回戦、術改正。こちら見ていきたいと思います。よろしくお願いします。えー、前回、ココね、まあ、イタドリ、ナナミンに対する、マヒとの戦い。まあ、これがね、まあ、決着を迎えました。まあ、残念ながらやっつけることはできなかったんですけども、まあ、とりあえずね、まあ、領域展開に引き込まれたナナミンが無事だっただけでも良かったのかなと思います。そして、前回の予告からね、まあ、いよいよ交流会、こちらが始まるのかなと思います。個人的に交流会の方でね、僕が気になってるポイントっていうのをいくつか押さえたので、こちら紹介させてください。えー、まずね、フチグロそして、 野原に関してはまあ、相手が分かっているんですけどもまあ、板取くんの対戦演技っていうのが今んとこまだ分かっていないので、一体誰と戦うのかまあ、ここを注目しています。前回までのお話で仮にね。吉野君が生き残ってっていうことがあれば、まあ、吉野君がね。この板取くん、の相手みたいなこともあり得たと思うんだけども。まあ、吉野君がいない。今ね。一体京都校にまあ、どんなね。重要キャラクターがいるのか、当然板取くんと戦うキャラクターなんだから、この京都校の代表みたいな感じだと思うんですよね。一方。 ノバラねまあこの2人まあしごきみたいなことをやられていましたが、まあ、あの中での成長一体どんなものになったのか対戦するときにまた新しい技とかねまあそういうの出てくると思うのでまぁ、あ、それ楽しみにしたいと思いますえ、まあここも予告でちょっと映っていたんですけどもまあ郷土校の人たちがいよいよ東京校の方に来た感じなのかな何人かの後ろ姿みたいなのが見えたんですがまた新キャラね結構個性的な人多いんじゃないかなと思いますそして戦えばまあ能力的な部分でねまた一体どんな変わった力がある のかねまあ、ここも楽しみにしたいと思いますというわけで物語ね第2部に突入したと言ってもいいと思います、えー、今回もぜひね最後まで一緒にご覧ください、えー、というわけで皆さんも録画したものもしくはビデオのものを使ってお楽しみください簡単なご案内さました本編スタートですさあ真っ白だ山 湖みたいなのがあるね。あ,あ、温泉だ。ああう豪あ、体、治ってるじゃん。だやっぱ特急だけあってね、時間経てば治るんだね。うん、真、ま、下の声は。<laughs> なんですっぽ、あ、温泉にいや、もうこういうところは無邪気であれなんだけどね。けどやることがいけつないから。 もう少なと一緒だよ。かっこいいとか可愛い時はあるんだけど、みたいな。うーん。居心地がいい。だからこの地熱とかそういう環境が、まあ、ジョーゴにとってのあれなんだ、当時みたいな感じなのか。まあ、直接魂をね、攻撃されたから。けど、それでも欲しいんだよね、少なが。おもちゃ。 もう本当に吉野くんはなぁ、信じる相手間違えたよね人質。今度、こんなことしてきそうじゃないいや。うんで。ここまでさ、ジョーゴとかマヒト結構見えてきてけど、このゲトウが本当に何者なのかわからない。 えぇ、ー、あ、吉野君もいやけど、そもそも宿ナは直そうとしなかったでしょうあの二人でゲラゲラ笑うシーンとかって。それそれ。うん。山人も触れたことによって宿ナの性格が分かってきたね。下等のプラン。下等のプラン ?10 月31日のあの話 ああ、そういうこと。うん、まあ強くなっちゃうしね。ああ、結局その呪いが、まあ人となれば、まああれなんだ。そういうことだ。ああ、もう大義のためなら、真人にしても、上後にしても、自分なんてっていうのがあるからこそ、真人もんなリスク背負ってまで、 少なに接触してるんだね。うん。あれ今何本食べたっけなんか指は出てきてんだけどな。食べてるシーンないけど、3本だっけ今。指はけどもうそこそこ、光線に揃ってるよね。5、6本くらいあるんじゃない今。 うーん、いや、その上、それバカって呼ばれてた上もね、気になるわ。手。え何手って。ゲトーさん。あは新オープニングだけど、このオープニングさ、ツイッターの方に結構いろんな人から見ない方がいいって来てんだよね。要は、 なんかこれから先の展開が、まあキャラクターは置いといても描かれてるっていうのよ。だから、まあ僕、大の大冒険見てるときって基本このホワイトボードとか使ってお話しすることによって、申し訳ないけど映像を見ないようにしてるんですよ。だからそれと同じあれが必要かも。で、なんか20話、だから21話超えたら、 まあ見てもいいと思いますってことらしいんで、僕は申し訳ないけど、まあみんないろいろな考えあると思うけど、僕の考えとしては、まあ見ないで楽しみたい。と思います。そのストーリー的なものがね、<laughs> すごいな、また。<laughs> それが分かっちゃうのが、僕はちょっと、あんま面白いって思えないんだよね。だからオープニングでそういうのは流さず作ってほしいんだけどな。 ま、一体どんなあれなのか。曲はめちゃくちゃかっこいいね。いや、ここになんか、いたとりくんとかがね、戦う相手とかが出てるらしいのよ。だからちょっと我慢。もう本編場でこれから当面の間はこんな感じで見ない方向でね、行きますから。さあ、来た。あ、だ、そうだ、団体戦と個人戦があるんだよね。 いや、みナんナ無事でよかった。<laughs> え <laughs> ちゃんと廃棄なんだね。<laughs> なんで正教分離なんだよ。<laughs> ノリがノリが受ける。<laughs> けどさ、こんなふうにさ、ななみんに絡むってことは全部って <laughs>。 <laughs> もう本当に五条先生好きなんだろうね。七海。うん。もう前回のあれでちょっとズーンってなってんじゃないうん。だからまあそこまではやらせるつもりなかったんだね、五条先生。うん。あのことね。いや、感じるよ、絶対。俺と関わったからって思っちゃうよね。 そそそろそろその上出てきませんかねあの京都校の校長みたい学長かあれは出てきてるけどうんえどういうことかな大丈夫っていうのはもうそれに対抗するだけの力を持ったってこといやめっちゃ元気じゃん虎杖君 いやーね、その再会はめっちゃ <laughs>、いや、感動の再会 <laughs>。いやいや、なんかサムネみたいなのめっちゃ出てきたけど <laughs> え。えなんかすごいかっこいい登場でも。ってことはあれかな、対戦する時のカードだけまで、対戦する時まで出さないみたいな。さ、画面とかでさ、 なんか、なんとか対、いたどみたいな感じで出たりするみたいな。いやけど、どうかな薄そうじゃない反応。<laughs> いや、二年は絶対なんも思わねえだろう。ゲイロって。<laughs> いや、それはなったらいいけど、地球がなんで <laughs> いや、乗るねえ。五 <laughs> 条先生、いいよね。いたどくんがこんなさ、全部相手してくれて。 もう今までさ、こんな五条先生に変わってくれる人いなかったんじゃないこのさ、高専に。うん野原。えどういうことあ、そうか。京都に行くのか。大会の名前考えれば。いや、去年かい。<laughs> いや、もう野原 <laughs>。やられたわ。 いや、今の見て俺も思っちゃったよ。あ、京都行くのかって。行きたかったんだね。またおのぼりさんになりたかったんだね。野原は。たゆーたって誰だ下の名前。おお。えあの奥に映ってるのは何今の <laughs> <laughs> しゃけあ これこれこれ。なんかあの前歩いてる二人は、あれだよね。うん。後ろ後ろ。え、なんか人じゃないのいないで <laughs>、ね、あれもどういうことうーん、気色悪い。相変わらず口が悪いな。あ、お骨はね、まだいないんだよねで。そこら辺のあれも見たいけどね、また。<laughs> お土産食べたいんだ。 え魔女な何これ生き物 <laughs> ロボだよねメカ丸 <laughs>。おん、イケメンいるじゃん。読めない。うん。え伏黒君が全員家の血筋 どういうことああ、ミワさん。あれ誰よ引卒、ああ、先生なんだ。なんかこの顔に傷があるね。いや、どこだろう、イタドリくん登場するの。あはは、これだ。ここだ。意外としょべえ。<laughs> あそこがてってれーみたいな感じで出てくるんじゃないの海外。そういうことにしてるんだ。<laughs> え、けどさ、海外編とかあるのかな外国とかにもいるのかなこういうシャーマン的なノリが。うん。いや、イタドリくんでしょきっと。いや、どうなるかなあー、来たよほら <laughs> <laughs> だえー、よしよ <laughs> 小島よしよえもっとクレバーな感じならわかるけど、どういう反応今の。ね、全然、うん。喜んでもいないし。何なんだのあの。<laughs> 終わっちゃった。い <laughs> やいやいやいや。え <laughs> 見てあげてよ。 ああ揃ってるうんああ生きてんのねガクガンジさん知らなかったから <laughs> 心臓止まればよかったのにくらい思ってんじゃない <laughs> いやてかもうピアスの <laughs> もう常に舐めてかかるよね五条先生いやー ちょっと。え何なんだろう。あのばらー。もう野原好き、今の。なんだかんだ泣いてるじゃん。ああ、もうあれか、ア、は、イ、い、キャッチか。ここは変わんないんだね、今回も。あ、ってことはエンディングもあれか、変わってんのかな 東京・京都姉妹校交流会。うん、団体戦。<laughs> なんか文字が <laughs>、チキチキ。何それ。うん。アスレチックってか、なんて言うんだろうね。こういうの。<laughs> なんかあるじゃん。ポイントを押さえてさ、スタンプラリーみたいな。 それの呪霊版ってことだ。うーん。ってことはこれ全員出るんだね。ごめんなさい、ちょっと花粉症で鼻が。うん。いや、てか、美輪さんってあれだったんだね、生徒だったの。 ご <laughs> 条先生がやられてるの珍しいね。で、今のご条先生がやられてるのを見て、ちょっとあの、喜んでるあっちの印刷の人は何なんだろう。S っけがあんのかなサイドあ,あ、東京サイドね。<laughs> で、それはどうなのいや、本当に。ちょっと不謹慎だよ。まあ、けど生きてたっていうのがあってね。いろ、いや、そこな。 <laughs> おにぎりなく <laughs>。ねどう <laughs> いろいろちょっと渋滞しない頭の中。うん。ああ、このね。いや、それで。いや、さすがにそこまでは無理。うーん。帰ってくる。 うん。いや、それな。パンダ。どういうことなんだろう。うん。戸ざまああ戸ざまってそれか。いや、なんか、戸ざまってなんかヤクザとかそっちの汚れなんかなかったっけ うん、だからこの人のものだったってことだね。まーいさんだっけ全員さんの。え、てかさ、さっきの話じゃないけど、全員さんと伏黒は、どういうことああ、いるいる。いや、二人で。え、終わりかい。うん。メンバーが増えた。 ああ、いたと君が来たことによって、うん。まあ、そうね。あ蹴りもあれかな。できんのかな。あの、時間差の攻撃みたいな。うん。やっぱそのね、ポテンシャルがそんだけすごいってことだね。いや。 そうだよ藤堂さんいるじゃん藤堂さんがいてもなお、いたどりがって言える節黒やばいね <laughs>。そしてその節黒を、スくながまた買ってるっていうのがすごいよな。えおいおいおい。ちょっとちょっと、物騒な話し始めたけど。 うん実施何うん呪力でーんああそういうのがあるんだ。 うーん。あ、えうん、東堂さん。ああ、こういうのが嫌いなんだ。裏でいろいろ。そのなんか陰険な感じで動くのが。っ <laughs> っ出た。高田ちゃん。<laughs> こんな、真面目に言うんだね。<laughs> 本物。<laughs> いやいや、そんな迫力で言われても。 うん。えよ、カラちゃんにあれかなびかないからってこと女の趣味。いやー、この人かっこいいわ、やっぱ。なんかさ、正義って感じで。悪いこと嫌いみたいな。あれ国張ははは。<laughs> <laughs> 皆輪さんは、学長にめっちゃビビってんの。え、藤堂さんの方かなうん。いや、ちょっと可愛いんだけど、この子。いや、やるんか。うん。えあの人ってどっち学長 いやいやいや、みんな、やめようよ、そんなこと。これ、ただのあれにならないね、さっきのチキチキなんとかレースに。半端者。えぇ、ー、半端者とか言うのカモケカモケって何それそんなすごいの うん。ああそんなすごいんだ。犬巻さん。え？どういうこと？<laughs> そしてやっぱノバルに対してあれが感じて因縁を持ってるんだね。 うん、何なんだろう <laughs> まあ結構あれなんだろうな。鼻につく人は鼻につくんだろうね、五条先生。あうん。だからあれだよ。あいつら。だからあのゲートがきっと ここら辺とつながってんじゃないかな上歌姫うーん弱い <laughs> あ当たらねえ当たんねえんだ無限か今のああ先輩なので <laughs> まあ五条先生にとっては実力主義なんだろう <laughs> うーん いやー伏黒君はけどあのこと知らないから大丈夫っていうのはあー何か感じてるんだ伏黒君すごいうん,うんもう何かを守るためには強くなければみたいなそういうあれがあるんだろうな。 ってことは、やっぱ、東堂先輩、あっちの、伏黒がやることなんのか、もうこの団体戦で。いや、けど、いたのり大丈夫かねあんなみんなに狙われる形になってえ。えああ <laughs>、なんだ。もういきなりやられたのかと思ったよ。ああ、エンディングだ。で、あれだね。みんなのコメント見たら、前回かな。 その、いたどりが、涙を流してたらしいね。なんか、オープニングにしても、エンディングにしてもさ、え、てか、いいね、エンディング。いやー、こういうちょっと聞かせる感じもいいね。そして映像が、えー、なんかこの、誰かが撮ってる感じがすごい、あ、いたどりなのかなー なんか青春の1ページみたいな映像ばっかで、すごいんだけど。また嫌だよここの人たちがさ、消えてっちゃうみたいな。で、これがもう、なんかさ、懐かしい思い出みたいになるオチは。やめてね。前回のあの、吉野くんがさ、いた理想みたいな感じで。あは撮ってる。いや、すげえいいじゃん。今回のエンディングの。 前回のもかっこよかったけどね。<laughs> パンダかマフラーとかいるの <laughs> ね、体毛があるでしょ。<laughs> で、今回のあれだね、とうとう、いたトリくんが戻ってきて、まあ最初出た時のみんなの表情はあれだったけど、なんだかんだあの後ね、あの、ジノバラとか泣いてくれたりとかしてちょっと嬉しかったよ。寿司。誰あ、高田ちゃんか <laughs> 急に高田ちゃん出てきたもわかんねえよ。あれは有吉じゃねいねえ、有吉のあれじゃない、お散歩番組の本家が。うん、普通の寿司屋だね。美味しそう。目の前で握ってくれるタイプ。んうん。赤ひも。 いやいや、渋すぎだろ。てか飲めるんだ。あー、こういうのあるよね。俺お酒飲めないからあれだけど。うん。<laughs> 何を言って、300人も生ける人いねえだろ。呪いか <laughs> 全然顔見えない、下方ちゃんも。 いや、今回全然本編関係ない。ああーこれがあれだ録画してたとかリアタイで見たいって言ってたやつ <laughs> いや、いや、後ろ姿だよ。ね、<laughs> 何言ってんのうん。おっぱっぴーやってたね。え本当に小島よしのネタ、そんな意味があんの今の冗談だよね。あー、てか、やり合ってる。ええー。 はい、というわけで、今回がね、東京京都姉妹校交流会、こちらが始まったんですけども、まあ、それに合わせてね、まあ、京都の方から新しい面々到着しました。まあ、東京校にパンダがいればね、京都校にはロボがいて、まあ、さらには魔女みたいなのもいたりさ、まあ、結構あっちも個性的な見た目の人いたんですが、京都校の学長である学ガガン寺から、まあ、板取くん殺せって今指示が出ていて、今回のそのスタンプラリーみたいなレース、一体どうなるのか、まあ、予告の方でもうガッツリやり合ってるし、いよいよ来週から早速ね、まあ、野原にしても 黒くんにししにてもね、まあ、成長が描かれそうで楽しみで楽みす冒頭の方でね、真人たちが出てきて、まあ、下頭の考えてるプランっていうのが分かったので、残、ま、り、あ、これね、真人側の考え、そして下頭側の考えっていうのがちゃんと判明しました。ただ、真人とかジ上ゴがね、その呪いが人であるべきみたいな、そういう思想にとらわれてるのは分かるんだけども、下頭ってさ、人間なわけでしょなんでそんなことをしてるんだろうね。ああいう怪しい奴が、まあ、ーゴとか真人より一番ヤバやばいつだと思うんだ。だかもしかしかかたらどんだけジョーゴとかが強くて 強くてて恐ろしい存在であってもやっぱり人間っていうのが一番恐ろしいんだよねっていうくらいががいげつない考えとか持ってる可能性がありそうですね結局真人とかも人の呪いから生まれたって言ったけど生んだのは人なわけだから生まれて集合体になった呪いよりはるかにその人間のさ元の方がヤバいんじゃないかなって僕はさ今思ったよそういう一面っていうのが今後下トから見え隠れするんじゃないかいでそれがまたもしかしたらみんなが劇場版も見てくださいねって言われてるんだけども劇場版の方 で描かれているのかもしれないですね。その劇場版についてはもちろんね、その配信とかが始まったら見ていこうと思うので、ぜひ、ね、お楽しみにしていてください。というわけで今回の質問に対する皆さんの感想だったり、僕の対応に対するコメントお待ちしております。以上動画ぶたつがお送りしました。バイバイ。